全国の格闘技ファンの皆様、ごきげんよう、MMA の大ファンです。本日の動画では、朝倉みくるさんと平本蓮選手が試合がガチで決まりそうな件、当日者としてモハンさんが朝倉みくる1000万円企画のやらせを激白した件、最後に朝倉みくるさんがそれに対して反論された件について取り上げます。なお、このチャンネルでは格闘技朝倉兄弟に関する情報をお伝えしますので、チャンネル登録お願いします。早速話題に移ります。現在、アメリカで練習を重ねている平本蓮選手ですが、2020 二2 0年12月の大晦日で萩原京平選手と試合をしてから約1年試合をしてない状況です一方平本蓮選手と同じく立ち技の選手でライジンから対戦オファーがあったと平田さんが述べられていたベイノア選手は今年の6月ライジン28でドミネーター佐藤選手と戦い負けましたがライジン32では6下り相手に3ラウンド KO 勝利をし会場を沸かせ大晦日も MMA ルール含めて出場を希望するなど確実に 戦績を積み重ねておりますそのように、いつ試合をするのかと、格闘技ファンから期待をされている平本蓮選手ですが、大晦日は出たいと明言しており、対戦相手は誰かと注目が集まっております。平本蓮選手の対戦相手の候補といえば、11月5日に公開された朝倉未来さんと白川陸人選手とコラボ動画の中で、平本蓮君も、対戦相手断りまくってるじゃん。偉そうなこと言って選びまくってる。となったら、俺とかドミネーター、タウ選手とかとやるってことになってくる。 そんな中、白川くん、うってつけじゃん。ここで平本選手に年末勝ち。求心力がついた後に、キラマフか、斎藤とやればいいと、平本蓮選手と白川陸人選手を戦わせようとしていたことがありました。このように対戦相手はドミネーターサト選手や、白川陸人選手という声も上がっておりました。ただ、予想の上を行くことが起きます。というのも、朝倉くるさんがサブチャンネルの企画として、油絵を描いて、誰がヤフオクで一番高い値段がつくのかという企画で描いた絵を、平本蓮選手が突如、 朝倉未来の本気で描いた絵。このレベルなら、俺の地元の小学生たちが描いた防犯ポスターにこんな絵あったぞ。アートとか言ってるアホバカじゃねえの。と唐突に反射したところ、朝倉未来さんが、はい、はい、そうだね。早く試合しようね。という言葉とともに、平本蓮選手が、前回萩原選手と試合をして負けた際に格闘技ファンが作成された画像を引用する形で返信しておりました。この返信に対して平本蓮選手が、これはこれは素人ボコボコにして全国の いじめっこに新たな刺激を与えてしまった朝倉みくるさんじゃないですかと返すとこれはこれは1年前にボコボコにされて一度も試合しないで評論家になってしまったゼ0勝1敗の平本くんやんと返し平本蓮選手はおおそれはそれは今の萩原に勝ったくらいで生きがってしまっている世界ミクル級王者の朝倉みくるさん元気ですかと返しておりますこの発言には返信をせずに朝倉みくるさんがこれを平本が言うのはダサすぎてある意味極めてると一度 引用リツイートすると平本蓮選手が黙れよコアラみんな媚びを打っておけば仕事になるから大人たちはまともなことこいつには言わないけれどこいつ頭おかしいぞとアベマ企画のことなども踏まえてか発言すると朝倉未来さんが対戦相手選びすぎて大晦日も試合しなかったらさすがにまずいから俺がやってやろうかと反論し平本蓮選手がいつでもやってやるよと強気な発言を返したところでほうじゃあ会見用意してもらおうかこれでも弱いもの いじめって言ってくるんだろうなとアベマの喧嘩企画で朝倉未来さんが弱い素人としかやってないという声も踏まえて発言しておりました最後平本蓮選手が今度は俺が全国のいじめっ子に刺激を与えちゃうなと言いこの煽り合いは終わりました朝倉未来さんと平本蓮選手といえば2020年4月朝倉未来対母公鉄の試合が行われる予定であった雷神22の際に突如平本蓮選手が朝倉未来さんの顔写真をつけたサンドバックを ままりり炎上ししししたたがそれ以降両者の、e、はヒートアップしておりましたライジン12から始まり、すでに12戦している朝倉未来さんと、キックで輝かしい戦績を残したものの、MMA 戦績が浅い平本蓮選手が、ライジンのリングで戦うことはないと思っておりましたので、この朝倉未来さんの会見用意してもらおうかと、と具体的にライジン側に対して行われると思われる、マッチメイクの提案と今後を話していたのは驚きました。前回の動画でも お伝えしました通り、喧嘩企画に参加されたことで、左膝の半月板が損傷した可能性があるということで、強敵とは戦えるコンディションではない中、大晦日にはテレビの視聴率的なことも踏まえてか、平本蓮選手と戦いたいということでしょうか。ぜひ、両者の試合が実現した場合、どちらがどのような展開で勝つと思うかコメント欄で教えてください。個人的には、本当に試合が決まった際には、試合が行われるまで、両者の煽り合いがどのようになるのか楽しみです。次の話題として、 朝倉みくるさんの喧嘩企画が一部やらせだったと言われた件についてです。11月21日に公開された朝倉みくるに勝ったら1000万円企画ですが、アベマ史上一番ペーパービューが売れたことが朝倉みくるさんの口から明かされました。確かに朝倉みくるさんの喧嘩してる姿を見たいという方もいたかもしれませんが、それ以上に今回企画の直前に行われた会見で、モアン選手が朝倉みくるさんの頭を唾をつけた手で触るという煽りパフォーマンスを行い、 ミクルさんもそれに静かに怒りの表情を見せるという場面を見て購入を決めた方も多いのではないでしょうか朝倉みくるさんはこの煽りについて1000万円企画の後に振り返り本当に頭に来たあのバでやってやろうかと思ったがワンピースの漫画シャンクスを思い出して我慢したと述べておりましたちなみにこの対戦直前の煽り合いということであれば10月2日に行われた rizin ラ,ランドマークでも当初は朝倉みくるさんの試合を含めて4試合で3800 今回の e m マと同じ価格で購入をためらった方は多いイメージですか前日に行われた公開計量で萩原京平選手と朝倉未来さんのバチバチのフェイスオフを見て試合直前で購入を決めた方が多くなったのを思い出しました。対戦相手の 頭を撫でる叩くというパフォーマンスは2017年にマクレーガー対メイウェザーの世紀の一戦でマクレーガーが見せたものでしたがこの試合も世間の注目を集めこの時には当時ボクシング史上2番目にペーパービューが売られることになりアメリカの有力メディアホーブスによるとメイウェザーは日本円で約300億円マクレーガーは約95億円をこの試合だけで稼いだとされておりますなのでモアン選手のこの唾をつけるというパフォーマンスには批判が殺到しましたが 試合が売れるきっっかけにもなったと思いますただ、このパフォーマンスについては、対戦相手であったモハン選手が、突如として釈明動画を出されております。この動画の中では、企画後にツバをつけるパフォーマンスは大成功でした。台本には書かれておりませんでしたが、あれはモハンが考えたものです。私は仕事を引き受けるからには盛り上げたいと思っておりました。ただ、あれは本当にツバをつけておらず、出したかのように空気を出しただけです。もちろん、あのパフォーマンスをするということは、 事前にアベマスタッフの方に話させていただき朝倉未来さんからも ok が出ていましたと台本には記載がなかったものの事前にはある程度打ち合わせたものであったと非釈明しておりましたまた自身の性格は悪いものではなくプロデューサーからも敬語はダメ笑ってもダメと念押しされるほどであったと述べております実際試合後には朝倉選手をはじめアベマ tv の皆様お疲れ様でした精一杯頑張りました朝倉選手は強かったです悪役を終わらせていただきますと述 ただ、試合については、やらせ、台本は一切なかったということを改めて強調し、勝ってもいい試合ですが、本当に勝ってもいいんですかと、アベマ TV に聞いたところ、もちろんですと、述べていたことを話しておりました。実際、元フランス外国人部隊所属として紹介され、朝昇竜と戦った久保さんは、1000万円企画は茶番だと言ってる人に参加経験者から言わせてもらいたい。アベマは事前に1000万円の振り込み先口座を聞いてくるほど、払う気満々だぞと、述べており いました通り、戦い自体にはやらせがないことを話しております。後藤さんや久保田さんの怪我を見る限り、とてもやらせがあるような戦いであったとは思いませんが、ムハンさんとしてはある程度あのパフォーマンスは事前に打ち合わせをしていたと述べておりました。ただ、これらの発言を受けてか、桜ミクルさんはモハンドラゴンが唾かけたのを承諾したって、そんな話聞いてるわけないだろうと真っ向否定しておりました。この両者の発言の食い違いを見て、格闘技ファンは桜ミクル唾ですか？ 別にかけてもいいですよ、とは。いや、絶対に言わないだろう。要は、アベマの制作スタッフは了承したけど、朝倉未来選手は何も聞いてなかったってことやろう。頭柔らかく使えば想像できる話と、冷静な考察をされている方がいましたが、個人的にもこの考察が正しいのではないかと思います。若く今よりかも尖っていたアウトサイダー時代や、韓国のロード FC の時にも見せなかったような怒りの表情を、モアン選手のパフォーマンスをされた時に見せており、あまり演技 がくななないいいいとと格闘技ファンかから言われれててる朝倉さんがあそこままででののの怒りり表情は作れないのでは作思っております以上、今回は、平本蓮選手と朝倉未来さんの話題についてまとめてみました。ぜひ、平本蓮選手と朝倉未来さんが戦うことになったら、どのような展開で、どちらが勝利すると思うか、皆さんの考察、コメント欄で教えてください。近し々かしか上げる動画では、平本蓮選手が以前話されていた重大発表が回収された件に関する動画も公開予定ですので、ぜひ、チャンネル チャンネル登録してお待ちくださいまた今回の動画が良かったらチャンネル登録高評価ボタンを押してくださり通知ボタンもオンにしてくださると励みになります以上今回も mma の大ファン動画をご視聴いただきありがとうございました別の動画でもお会いできるのを楽しみにしております